ハンドルにペダル、そしてウインチ、これは一体？これ世界初の人力フォークリフト。これが坂上さんが自転車作りのノウハウを結集して作り上げた、その名もサイクルフォークリフト。それでは早速その実力を見せてもらいましょう。おお、これ何キロですか？これはね、70ちょっとかな。お、軽々と。これ自転車で運んで。乗せる前に上げるね。右手一つでぐいぐい上がっていきます。荷物を置くときも非常にスムーズ。立派なフォークリフトですやん、これ。でしょ？はい。このサイクルフォークリフト、持ち上げられる重さは乗る人の体重プラス 30kg で、最大 100kg の荷物を運ぶことが可能。リフトアップは地面から最大 90cm、 ちょうど4トントラックの荷台の高さまで荷物を上げられるのです。おー、すごい。全然重さを感じませんでしょ、はい、普通走るときは全然重さを感じない。電気もいらないし、はい、ガソリンもいらないし、軽油もいらないし、あ、もう維持費かからん。エコと今の時代にぴったりのエコです。これは実際に